こちらズドンと買わせていただきました。同じ白 T でもだいぶ違い、色違いますせっていう話なんですよ。はい、まあ、いかがでしょうか。まあ、これやっぱ一番ズバ抜けてますね。はい、本日ですね、今のうちに買い漁れ、パックティ5000比較いきたいなと思います。ということで、こちらズドンと買わせていただきました。まあ、人気のね、皆さんが、見たことあるっていうパックティもあれば、あれ見たことないなっていうやつもあったりすると思うんですけども、パックティってなんか知らんけど、夏になったら売り切れるんですよ。なんかまあ言ったら、ボジョレ・ヌーボーと一緒でさ、ボジョレ・ヌーボーって秋口になったらなんかやってるけども、全然飲みたくないけども、なんかボジョレ・ヌーボーやってますって言われたら、あ、じゃあ飲んどこかみたいな感じで、別に欲しくないんやけど、なんかあるんやったら飲んどこかみたいな感じで、パックティも全然必要ないんやけども、なんかあるんや買っとこかみたいな感じでついつい買っちゃうじゃないですか。で、欲しいと思った時に大体ないんですよ、夏ぐらいになったらね。で、特に去年とかやったらこれが人気でしたよね。ヘインズの白っていうこのパクティ、このパクティに関しては多分買われへんかった人もちょこちょこいてはるんちゃうかなっていうぐらい人気のパクティになったんじゃないかなと思います。で、この5個をねバッと紹介していきたいなと思いますので、まず1つ目からいきましょうか。1つ目はですね、こちらですね、ホワイトビルっていうブランドのパックティーで、もともとね、アメリカのパックティーやったみたいなんですよ。で、アメリカのパックティーで、あ、今回紹介する5つ全部アメリカです。だからアメリカなんですけども、これアメリカのブランドやったんやけども、今日本の会社が復刻させて作ってるパックティーで、このブランドパックティー以外にも普通のアウターとかも販売したりしてるみたいなんで、気になる方はね、見ていただければなと思います。僕自身もこれ何年か前に1回やったことあるんやけども、もう覚えてへんから、ちょっと前もう一回買おうかと思って買ったんですけど、こちらお値段がですね、2枚入ってて6490円です。後で着用しますね。で、次が、これも誰もが知る名品。大体セレクトショップ行ったら置いてますわ。キーホルダーと同じ感覚でね、お土産なんかなっていうぐらいこれ絶対置いてるんやけども、これは BFT シャツ、ヘインズの一番まあ分厚いっていうタイプの T シャツですね。これ2枚セットで、これが3580円ですね。で、大体このヘインズの BFT シャツって、毎年ね、もうこれ飽きたからちゃうやつ買いたいなと思うんやけども、結局 A のミスクランクでこれ買うんですよね。だからそれ大体これここに行き着くんやけど、これね。で、次が、フルーツオブザルームっていうやつね。で、これが、今回購入したのがこちら7オンスの日本限定バージョンのやつになってます。だからちょっと普通のやつと違うんですけども、そんな感じで。で、次がヘインズの白ですね。で、ヘインズの白に関しては、これはまあ有名なんですけど、これ僕も去年やったんやけど、これ結構最終的にコスパめっちゃいいですよって話するんやけども、まあ先に答え言っちゃった。まあいいか。もうこの段階でね、白 T こうやって並べてるじゃないですか。で、全部触ってるじゃないですか。で、この触った段階で、これが一番いいやろうなっていう感じなんですけど、1枚入りですね、これはね。で、最後が、グランドハンド&カンパニーって書いてるのかな。これが、2枚入りで4290円。で、型番的には、これが最も種類が多いんですよ。一番種類が多くて、首のタイプとか、ポケットがついてるついてないとか、いろいろ選べるんですけど、まあ、その中でも一番これはシンプルな方がいいなと思って、もうクルーネックで、なおかつ、ポケットがついてないバージョンでやってました。だからもう条件は全員一緒。クルーネックでポケットなし。で、乳首が出るんですか、出ないんですかっていうところで、まあ、乳首って言っちゃったら、これ広告使えへんかもしれんけども、まあ、いいでしょう。B 乳首。それでは、このように今、開けたばっかりのパックティーが並んでおります。ホワイツビルでしょ。で、次がヘインズの BFT シャツ、ここに書いてますね。ヘインズの BFT シャツでね、書いてますね。そしてこれフルーツオブザルームって書いてますね。で、これがヘインズの白、白に関しては薄くプリントされてるんだけど、あんま分かんないかな。で、次がグランドハンドって書いてますけど、以上ね、5つになっております。ではね、着用していきましょう。全部 L サイズでやってます。で、全部 L サイズでやってるんやけども、それぞれのやっぱ生地感ってちょっと違うんですね。こう柔らかい感じとか、ちょっと張り腰の硬めの感じとか、まあ、これも同じく硬いで、硬いってことはどういうことっていうこと、ここで見ただけで分かりますよね。ちょっとシワになりやすいっていうね。まあそういうところがあったり、あ、次こう柔らかいね。で、次が、あ、柔らかいけど薄いよねとかっていう、白 T って言ったってパッと見たら一緒やんって言うんやけども、白 T って言うと、その微妙な差がだいぶ変わるじゃないですか。だからちょっと一回着ていきますね。まずホワイトビルからいきます。はい、と。まあこんな感じです。いかがでしょうか。まあ僕は着た感じで言うと、結構ジャストめというか、タイトめっていう感じですかね。今の日本のこうオーバーサイズみたいな感じとは違って、ほんまにこうジャストで着るような感じになってるんじゃないかなと思います。で、まあパックティーってもともと全部そうですけど、インナーじゃないですか。肌着として作られてるから、まあこれを1枚で着るっていうのも、まあ別になしではないけど、もともと肌着やから、例えばこういうね、シャツを羽織る時の下として着るとかやったら、もう全然もう全く何の違和感もないけども、これ1枚で着るってなると、少し肌着感が出てくるかなと思います。でね、これなんで肌着感出てくるんやろなというふうに思ったら、完全にこの首のバインダーなんですよ。このね、ネックの部分の作りっていうのが
肌着と同じ作りしてるんですね。なのでどうしてもここにこういうラインとかあって、あのチャンピオンとかでもよく使われるんですけど、こうネックのバインダーがあると少しこうカジュアル感が出てくるけど、こうシンプルでツルンってしてくると、なんていうんですかね、こう、まあ、肌着というかこう寝巻きっぽくなってくる。ただ生地に関してはこれ天竺って言って寝巻きの生地じゃないんですよ。ちゃんとした T シャツの生地なんで、こっちの肌に当たる方はスルッとしてて、この表の方はちょっとボコッとしてる。これ天竺って言うんですけど、これ天竺編みになってるのでスムース編みじゃないから寝巻きではないんですよ。全然寝巻きではないんやけど、やっぱこのバインダー一つによってだいぶ印象変わるよねっていう。ちょっと遠くから見てもあれなんか肌着っぽいよね、近づくとなおさらこう肌着っぽく見えるよね。なんでなんかっていうと、こういう細かいバインダーとかでもだいぶ変わってくるよねっていう仕様ですね。で次がですね、ヘインズの黒いきましょう。まあこれはもうみんな持ってるでしょうけども、はい、とまあこんな感じです。まあ結構オーソドックスな感じですよね。着てる感じも別にまあそんなに薄いって感じもないし、別に分厚いなっていう感じもないんですけど、まあちょっとさっきのよりちょっと硬いかなって、こう着てる着心地がちょっと硬いかなっていう感じはあります。実際問題アップにした時の風合いとかで言うとそんなに変わりないかなと思うんですけど、ドレープ感がないですよね。このふわーっていうドレープ感はなくて、ちょっと硬そうな感じが見受けられるかなと思いますけども、新品地でここまで硬い感じの雰囲気が出たら、まあ洗っていくとなおさらこうちょっと硬さが出てくるかなと思いますけども、それのおかげでいかがですか。あとでビーチク選手権もしたいなと思いますけども、まあ、そんなに透けも拾ってこうへんのかなと思います。でまあこれが1700円とかになるわけでしょ。すごいですね。1790円か1枚あたりにしたら、なんかすごいなと思いますけど、まあまあ言うたって肌着ですけどね。で次がフルーツオブザルームいきましょう。でこれは日本用に作られたということで、少しちょっとこのあたりがゆったりしてるというか長めなんかな、やっぱり丈がちょっとこの袖丈が長めに作られてるんかなと思います。まあ、さっきも言ったみたいに全部 L サイズで着用してるんですけども、意外とねこれ着丈長いから結構安心できるかもしれないですね。さっきのとかやってやっぱ肌着っぽいのにちょっとあの短いなっていう印象はあったんですけど、そんな感じですね。ただ全部そうですけど、洗うとやっぱ縮みが最初起きると思うので、まあ、縮むとどこまで縮むかやから、もう一個上げてもいいと思うけど、新品やったらね今のところは L サイズでも僕問題ないかなと思いますけど、あ、178cm70kg でございます。以上ね、まあ、こんな感じになっております。でさっき言ったねバインダーで見てみましょうか。そういえば一番これは分かりやすいかな。さっき見たバインダーってちょっとまあこんな感じのね、丸っこいバインダーなんですよね。で対してこっちの今の着てるバインダーって少しこう縦に、ラインが入ってるのがよく見えるかなと思うんですけども、ここのね襟だけのこのリブだけでももう何千種類と種類って言うたらあるんですよね。だからそれ言い出したらキリないんやけども、それでも雰囲気変わってくるよね。でもただこっちやから悪いってわけなくて、実はこれねこの首のところだけ糸の太さ変えたりしてるんですよ。まあそれもちょっと後で話はするんやけども、そんなことになってて、やっぱ安定のね一番安定、これ分かりやすいな、これが一般的な T シャツに使われるリブなんですよ。よく見ますよねこういうタイプね。でこのリブで、これがやっぱりちょっと寝巻きっぽいリブになってるんですけど、次ヘインズのね白いきましょう。はい、とまあいかがでしょうか。まあこれやっぱり一番ズバ抜けてますね。あのまあ確かに値段的には2750円っていうところで、ここで結論出しますけど、あのやっぱいいなって思いますね。着た感じの着心地、やっぱ柔らかい感じ、さっき言ったドレープ感とかっていうのが、まあこれとかやったらまだ出やすいんですけど、こういう感じ柔らかいこうドレープ感ふわーってあるじゃないですか。でこれってもう見た感じからの、あの触り心地良さそうっていうのもあると思うんですけど、特に T シャツとかって素肌でこうやって着るので、あのここ全部裸で当たってるじゃないですか。ってなったらいかに着心地大事かっていうのってあるじゃないですかね。例えばシャツとかってだいたい裸で着ることないんで、こうやってインナー着てから着るとここしか肌に当たる部分ってほとんどないんですよね。って考えたらシャツにあんまり着心地いらんと思うんですけど、だからジャケットとかっていらんと思うけど、こういう T シャツとかってもろにこう肌に当たるから、いかにこう着心地が大事かって考えると、見た感じそんな家白 T って違いないでしょ。それ今反町隆史とか竹野内豊やったら白シャツでもちょっと違い出てくるかもしれないけど、お前一般人にそんな違いないでって思うかもしれないけど、やっぱ着てる方としては違うなっていう印象あります。ただ僕のスタッフもこれ去年1年間着たらしいけども、ちょっとデメリットでまた言おうかなと思ってるんですけど、あかんかったとかあるみたいです。なのでまあそういうとこもあったらしいですけど、でちょっと最後いきましょう。最後グランドなんとかね、はい、とこんな感じです。まあ今着てる中で一番これが薄く感じますかね。どうやろう、透けてんのかな。透けはあんまりないかな。でも一番まあ柔らかいのは柔らかいんですけど、柔らかいっていうよりかはちょっと薄いっていうようなね印象があるので、例えばインナーとかで着るってなったらこれは結構使いやすいかもしれないですね。1枚だって2145円ぐらい、やっぱまあそんな高ないしっていう感じかなと思うんですけど、それぞれこんな T シャツ1枚って言ったって、まあ見え方はちょっと違うなっていうのもあったと思うんですけど、これ着ればねもっと違うなっていう話が出てくるんですよ。でそういうところこう今ガーッと話していきたいなと思うんですけども、あくまでパックディやから1枚で着るのはほんま邪道なんですよ。邪道やけど、まあ言うたって1枚で着る人もいてるじゃないですか。ってなったら1枚で着るって考えた時に、先ほど厚みとか着心地っていうところをまずはちょっと見ていきたいなと思うんですけども、その後デメリットとは言いながら、これにはこのデメリットがあるから、おすすめの人はこういう人がおすすめですみたいなところで、最後フィニッシュしようかなと思ってますので、よろしくお願いします。
で、ね、その前にちょっと見てもらいたいのが、同じ白 T でもだいぶ違い色違いますせっていう話なんですよ。よくなんかアンミカさんが白は200種類やんねんとか言ったけど、もうほんまに白めっちゃあるんですよ。で、ね、これ見てもらうとわかるかな、こういう色味ってザ白っていう感じじゃないですか。で、漂白めっちゃかけてるんですね、製品化するとき。で、これ比べてもらったらこれで分からへんかな、こっちで見ようか、こっちで見たら分かるかな、この色味の違い出るかな、出てないな。特にこのグランドハンドに関しては結構きなってます、きなりがかってるっていう感じなので、こういう真っ白が似合う人と逆にこうきなってるの方が似合ってる人がいてるので、まあどっちを取るかっていうところなんですけど、僕とかやったら完全このきなってる方が得意な方なんで、まあ、これ全然普通なんですけど、これ逆の人がこれ着るとするじゃないですか、もうおじいさんになると思います。めちゃくちゃじいさん、じいさんの寝巻きやんってなると思うんで、まあ、それって人それぞれやっぱりパーソナルカラーあると思いますので、気をつけていただきたいなってことなんですけど、ちょっと話戻しますね。このね、ホワイスビルなんですけどね、これの一番の特徴って、その実はボディの厚みと首の厚みが違うように、そういうとこまでパックティアノにこだわってるっていうところなんですよ。で、ボディの厚みが20番手っていう番手の、厚みを使ってるんですけど、首のとこは逆に、30番手って言ってちょっと細くしてるんですよ。で、それによって首の負担、例えばこのグランドハンドって僕来て今初めて聞いてたんですけど、こう首きついんですね。で、これはあえてきつくして伸びないようにしてるっていうのもそうなんやけども、まあこれ肌着とかやから首にストレスがかからないように柔らかくなってる。で、30番手20番手の違いとかってどういうことなのかっていうと、もともとのコットンってこれじゃないですか。この植物のコットンをそれだけを取っていったらこんな感じでカスとかもいっぱいついてるけども、これになってハカスを次取っていってこういう感じで綺麗なものにしていくじゃないですか。で、この綺麗なものにしていくときに、例えばこうやってありますよね、今見えてるかな。で、この時にこの間して糸をね、ねじっていくんですよ。で、これ寄るって言うんですね。で、糸を寄っていくことによって、まあ、これだけで糸って作られるんですよ。で、こんなんで糸ってできるの？ほら、これでもう糸になってるでしょ、わかります？これを何回も何回もビューって機械でかけることによって糸になっていくんですよ。なるほどねって。ってことは、この素材にこだわればこだわるときいいよね。まあ、そんなことはわかるじゃないですか。で、もちろん糸の太さにこだわることも大事だよね。こんな太いのやったら何番手って言うんかわからんけども、こんなんじゃダメやし、これとかでやるとかわかりやすいかな。まあ、こういう、これぐらいのやつをピューってやっていって寄ると、ほんまにこんな感じの糸になっていくんですね。で、もともとは糸っていうのはこうやって手で作ってたので、まあ、こういう感じなんですけど、あまりにもそんなことするとおいおいいつになったら T シャツできねんっていうぐらい作られへんから、その産業革命でね、機械が出てきてこうやって糸が作れるようになってくるんですけど、この糸が20番手30番手によって太さが変わってくるということになってるので、太い方がもちろん頑丈やけど、細い方が柔らかくて気持ちいいっていうのがわかるじゃないですか。で、それで言うと、このホワイトビルっていうのはボディをあえて太くして頑丈にして透けないようにしてる。でも首元はそういうとこはこだわってるんだよっていうのがわかるんですね。だから番手とかやるとはどういうことってなるじゃないですか。やけどよくよく見ると、今後ねそれ見てもらったらそういう感じで思ってもらったらいいと思います。数字が低くなればなるほど厚みが出てきます。糸が太くなってくる。で、エルメスとかのストールとかって120番手とかになるんですよ。で、そんなんとかになるとめっちゃ遅い。もうこれ切れんちゃうかっていうのをちゃんと機械で切れないように作られてるっていうことなんで、番手が上がれば上がるほど数字が高くなればなるほど技術が必要になってくる。で、低くなればなるほど強度が出てくるっていう風にね、思っていただけたらいいかなと思います。まあ基本的にはだいたい30番って使うことが T シャツが多いんですけども、あえてそれを20にしてるっていうところがまあ注目になってます。ただ20と30触って分かるかって言ったらあんま分からないと思いますので、あ、そういうことなってんねやっていうところだけね、思っていただければいいと思います。で、次がこのヘインズなんですけど、このヘインズに関してはちょっと着ていきましょうか。確かこれ7オンスかなんかぐらいでできてると思うんですね。で、オンスってそれこそこういう風な感じでね、生地がこうあるでしょ。生地をこういう重さのとこにバンって乗せて何キロありますみたいな感じでオンスって計算されるわけなんですけど、重いってことは熱いよねってことじゃないですか。ってことは、オンスが例えば7オンスってことは T シャツにしては、あ、重たいよね。重たいってことは分厚いよねってなるんですけど、じゃあ分厚かったらいいんかって言ったらそういうわけじゃなくて、分厚ければ分厚いほど、さっきも言ったけど、特にこれは顕著に出てますけど、やっぱり一番この中で値段が安いっていうところで、生地の硬さ、硬みっていうのがめちゃくちゃ出て、こう新品の状態でこんだけ硬かったら洗濯何回かしたらそれカチコチになるやろうし、もっと言うとカチコチになった上にこうよれてくるやろうなっていうところが、このねヘインズの7オンスならではのまあデメリットでもあるんですけど、まあ、ただねこれってヘインズで1901年からできてるらしいんですよ。だから1901年からなんかヘインズ兄弟がなんか作ったとかいう話になってるから、そういうこと考えると、もともと肌着とかそういうファッションとかずっとやってるという歴史があるので、このヘインズのなんかレッドとかいろんな多分シリーズがあると思うんですよね。だから他のやつとか
やったらもしかしたらもうちょっと柔らかいかもしれんけど、これも気を好調を完全に犠牲にした上で、なおかつ音速を高めにいったっていうのが分かりやすいような T シャツになってるんですよ。あ、これこそブランコでいうところの音速だけを上げて気心地下げにいったなっていうところで、でこれがハイブランドとかになると音速高めながら生地の気心地よくするっていう、なんかこういう V 字ブランコみたいなことができるんですよ。その代わり時間と手間変わるけど、けど普通に考えたら、あの巨人の4番バッターみたいなの全部集めていったら、それは打力上がるけど走力下がるよねとか守備力下がるよねみたいなもんじゃないですか。それ打力も上がって足も速くて守備もすごいみたいなやつってなかなかないから、大体こういう天秤になってくると思うんですけど、って考えた時にこれが見事に音速を高めて着心地を下げたっていうのが分かりやすいような T シャツになってるんですけど、けどそれが逆に頑丈さがあったりとか、いつでもどこでも買えるっていうすごい手軽さっていうところがこのヘインズの素晴らしいところやと思うので、まあそういうのも後で喋るからちょっと言っちゃったけども、そういうことになってます。で次このフルーツオブザルームに関しては、僕このブランドね買ったことなくて、初めてこうやって購入させてもらってね、あの着させてもらったんですけども、 T シャツとかって結構丸胴とかって最近多いんですよね。これもそうで、ここに要は縫い目がないよと。で縫い目がないってどうなるってなったら、この後ろ側にこう縫い目が来ないので肌に当たらないから着心地がいいよねとかっていうこともそうなんですけども、その分デメリットがあるんですよ。で丸胴ってねすごいいいことばかり言われるけど、じゃあ何がデメリットになってくるのっていうと、次でも言うんですけど、こう遮光してくるんですよ。曲がってくる、ヒューと曲がってきてくるんですよ。でそれが全部曲がるんですよ。前と後ろも全部ひっついてるから、曲がり出したらもう止まらないんですよ。ビューとこう曲がっていくっていう、こう遮光していくっていうところもデメリットであったりするんですけども、形はもう完全にこれ日本人が好きな形で仕上がってるじゃないですか。すごいなと思ってね、これ日本人の人来たら、わこれ完璧やんとかって思ったりするんですけども、まあこれもちょっとデメリットがあるので、まあ次に行きましょう。で次ヘインズの白っていうやつですね。でこれに関しても一応7オンスっていうことにはなってるんですけども、で7オンスで先のヘインズのビーフィー T シャツと同じ、言うたらヘインズで作ってるんやけども、全く別物。もう全然違う。よく言うんですけどね、僕ね。もう、後を書いと加藤愛ぐらい違うんですよ。これ、クリムシューさんの上田さんも言ってたけども、確かにそれぐらい違うなって思えるぐらい、もう全く別物です。同じブランドから出てるから似てるのかなとかって思ったりするけども、生地、糸から違う。で、糸から違う理由っていうのも、すごい書いてるんですけども、それ何なんかっていうと、糸ってね、端子装置っていうのがあって、さっき言った糸見してたじゃないですか。まあ、例えばこれありますよね。で、これギューって寄っていって、片方に寄っていって、糸を作りましたと。ってなったら、これって、片方でどんどん寄っていくので、もちろんこの右回りで作っていくと右に傾きやすくなるんですね、生地って。当たり前ですけど。でこれが送子っていうのが何なのかというと、このこっちは右回りやけども、もう一本の糸は逆に左回りで作って、それを編み合わせていく、糸にしていくってなるんですよ。そうすることによって洗濯してもこう傾斜しづらい、遮光しづらいっていうところが、この白 T2750 円にその技術が埋め込まれてるんですよ。へえ、そうなんっていう感じだけど、でそれだけじゃなくて、そもそもの糸の作り方からして、これちょっと実物見ないと分からへんのかもしれないんですけど、白いの分かります？このビーフィー T シャツが白くて、こっちは白くないの分かりますかね？でね、コットンの糸ってさっきも見たように、元々の色はこれ、きなりが正しいんですよ。これ染まる前はこの色なんですね。で、白にあえて染めるんですよ。で、染めた時に、こっちのビーフィー T シャツはもう真っ白なんやけども、これ見ると、ちょっときなりが上がってるんですよ。ってことは、そんなにがっちり染めてないんですけど、美術の時間とかでもポスターに絵の具バーって塗っていって、塗っていっちゃうと硬くなるじゃないですか。髪の毛もそうで、染めると硬くなるでしょ。あれと同じ原理で、染め粉が強ければ強いほど生地って硬なるんですよ。で、それがもうまさにこれ。で、逆にこれってきなりの要素が残ってるから、あれなんかちょっと柔らかさ悪くない？で、そもそも糸のあれがあるから、遮光しづらくない？ってなってくると、すごいよくできてるんですよ。だから、なぜか知らないけど、皆さんこのヘインズの白 T を手に通してしまう。なんでなんやろな、なんか着心地いいよな、実は草紙なんやと。草紙でやってるし、プラスアルファ染色もガチガチ染め込んでないから柔らかさが実現できてて、もちろん首元とかも若干変えてるのかな、これは。ちょっとどうか分からへんねんけど、もう変えてる？ちょっと見えてないんやけども、まあそういったことによって、あ、違いがあるんやと。だからパックT1枚でも結構喋れることでいっぱいあるんですね。あ、なるほど、それ分かった上で俺これ着ようとかってなったりしたら面白いじゃないですか。でね、今年からなんか XXL が出るらしいです、これので。去年まで XL だけの4展開やったかな、ちょっと分からないけど、今年は XXL も2024年から出るっていうことは書いてあったんで、一応下にリンクは貼っておりますけども、まあそういったところで白の、T シャツが人気やったと。で最後が、グランドハンドっていうところのブランドですね。でこれに関してはなんか一番薄い感じになる印象かなっていうことでね、一番薄い感じなんやけど、だから糸自体は結構細い糸を多分使ってるんですよ。だから着心地がいいのはそうなんやけど、なんでじゃあ薄いのにあんまりこう透けないのっていう、あの形はもちろん拾うと思うんですね。だけど透けてはないよねって、色が明らかにここですよね、ターゲットはとか、ここあたりになんか的がありますよねっていうのが分かりづらくなってる理由っていうのが、そのドズメって言って、この網のこの隙間ってあればあるほどやっぱ色抜けてくるじゃないですか。
だからそれをギュッと縮めるんですね。でこの縮めることによって透け感がなくなるっていうのがこのゴズメっていうやつなんですけど、それが採用されてるっていうことで、糸自体は細いんやけど詰めることによって透けないっていうような対応がされてるというのがこのグランドハンドっていうところなんですよ。なので、まあ、今日いろいろと糸の話から、糸の端子装置の話もしましたし、もっと言うとゴズメの話もしたし、糸の産地の件によっても変わってくるし、あと染色とかにも変わってくるって、いろんなあらゆる要素によって T シャツ1枚でこう仕上がってるって考えたら、その T シャツを着る背景を自分で知っておけばね、あ面白い、これが好きやからこれ着たいねんとか、まあ似合うから着たいねんっていうのも全然ありやと思いますし、なんか知ってるのと知ってないので全然違うじゃないですか。何でもかんでもバックティーって変にそのビーフィー T シャツ着といたらええの、いや実はこれが一番何のこだわりもないんですよと、アナウンスなんとかで言うてるんやけども、だから値段も安いですよね、で着心地も一番この中で言うと良くないってなったら、あの5つの中で比べるとはっきり言うけども、ヘインズが一番は良くないっていう状態になって、まあ、個人的な感想ですけどもね、なってくると、じゃあ次厚みちょっと一回調べてみようじゃないかと、そのお前の個人の感想は必要ないんだと、まず数値でお前はエビデンスを出してこやんかいという話になりますので、ちょっとエビデンス出しましょう。それぞれ平等に行くために首元のバインダー外したところで行きましょうか。はい。ではですね、こちらホワイツビルですね。ホワイツビルがですね、0.2 ミリっていう数値が出ております。0.2 ミリですね。そして次、ヘインズのビーフィー T シャツ。これが 0.6 ミリ。やっぱりなかなかのヘビーオンスですね。そして次が、フルーズオブザルーム。こちらですね。これが 0.6 ミリ。さっきのビーフィー T シャツあんま変わりませんね。で、次がヘインズの白ですね。これが 0.1 ミリ。あ、今のところ一番これが分厚いですね。そしてグランドハンドが 0.02 ですね。まあなので総合的に見たら、0.6、0.6、0.6、0.1 で 0. 何ぼみたいな感じになってますので、まあ厚みはね体感通りかなと思います。でデメリットいきたいなと思うんですけども、このホワイトビルからね行こうと思います。でこれに関してはコーマイトっていう糸を使ってるので結構縮みが出てくるんじゃないかなと思います。でなんでなんかっていうと、コーマイトって綺麗な糸をこう縦にこうやるんですけど、でそれカード糸っていうんやけど、それをさらにもっと綺麗にしていくっていう状態で、まあその状態がこれなんですけど、この綺麗になってるじゃないですか。もう全部方向揃ってるんですよね。上の方に全部方向揃ってるから、あの髪の毛の水飴と一緒で横にチクチクこう出てたら肌った時痛いじゃないですか。でそれがないように作られてるっていうことなんで、その分縮みもギュッてこう縦にこうくるので、まあ、その分縮みが出てきやすい。特に全部縮むんやけども、その縮む中でもこの縦に縮んできやすいやろなっていうところが、まあ、推測できるのがね、このホワイトビルになってくるんじゃないかなと思います。あとまあ特にこの首元のちょっと肌着感がちょっとなんか、いやそんな格好で外出てんの奥さんとかからが言われそうな T シャツになってるんじゃないかなと思います。ただいいところとしては、これインナーとして使えばあのめちゃくちゃいいんじゃないかなと思うんですよね。っていうのも形が綺麗やから、さっきのオーバーサイズみたいなやつをインナーで着ようと思うと、あのかさばるじゃないですか。ゴワゴワするけども、やっぱりある程度体に沿ってるやつとかやってインナーとして着ようと思ったら、例えばGジャンとかパーって羽織ったとしてもこれはこれでいけるじゃないですか。だから結構インナーとかでは使いやすいんじゃないかなとは思うんですけども、まあその縮みだけねちょっと気をつけていただきたいなと思います。で次はですね、ヘインズのビーフィーT シャツ、これねほんまにね良さもないし悪さもないっていう感じなんですよ。だから言うと、あのどこでも手に入るコンビニみたいな、コンビニのやつって別に良くもないし悪くもない、まだ お弁当とかもそうじゃないですか。別にすっごい美味しいのって言われたら、まあ、そんな美味しくないけども、まあ食べたいって思った時にどこでも買えれるじゃないですか。でそれと一緒で T シャツもこれすっごい着心地いいのすっごいおすすめって言われたら、いやそんなことないけど、まあどこでも買えるって言われた時に、そういう便利さっていうところがねこの T シャツの一番いいとこなんやろなって。しかも値段も安いからどこでも気軽に買えるっていうところがいいところやけども、それがどこがいいのって言われたりしたらちょっとわからんっていうところが、まあ、正直な感想かなと思います。まあ、唯一誇れるところで言ったら透けないっていうところぐらいかなと思うので、まあ、個人的には僕あんまりおすすめはしてないんですけど、ヘインズどうせ行くんやったら白に行った方がいいんかなと思うので、まあ、その次に行こうかなと思いますけど、次フルーツオブザルームね、これね絶対に言ったらあかんこと言うたやなと思うんですけど、これデメリット何なんかっていうと、ユニクロでええやんっていう感じ。これ多分ユニクロで1000円ぐらいで売ってるから多分半額ぐらいで買えるので、別にこれをフルーツオブザルームで1980円出して買う必要ってあるんかなっていうところが正直な感想なんですけど、よくね巷でわけ分かってへん人が形だけ見て、いや例えばねこういったジルサンダーのパックティーとかってこれ7万とかするんですけど、こんなんとこの辺とかって変わらんやんとか言ってる、それはほんまにわけ分かってへん人が言ってる話ではなくて、まあ糸とかで考えたりとしても、これってユニクロとの違いどこまであるんやろなっていうふうに思うわけなんですよ。って考えたら、
ちゃんと先ほど言ったよりとか糸の素材とか染め方とか縫い方とかそういうのを見ていく中でも、ユニクロでいいかなっていうところで、それ以上でもないしそれ以下でもないっていうところが僕の正直な感想なんですね。なのですごい着心地いいとか良くないとか、まあそんなもあんまり特にないし、っていう感じだなと思うんですけど、ただ唯一ここのところにワンポイント入ってるんですよ。だそれがここですね、フルーツの絵描いてますけども、これが唯一差別化があるかなっていうところなんで、まあこれが欲しいっていう方、ちょっとしかもトレンドっぽい感じやし、このロゴが欲しいっていう方なんかにはおすすめかなと思うんですけど、パックティーで着心地がいいやつ、かっこいいやつってなってきたらどうなんかな。まあかっこいいのは個人の主観もあるからあれやけども、まあ着心地がいいとかってなってきたら間違いなくこのあたりは入ってこないんやろうなっていうふうに思います。で、ここまで言ったらフルーツオブザルームさんに怒られる？わからないけど次行きますね。次がこのヘインズの白ですね。もうこれがね、とにかく一番いいんですけど、デメリットが何なんかというと、似合わないととことん似合わへん。え、白 T やん、無地やん、え、何が似合わへんのってなるんやけど、届いたら分かるんやけども、去年も僕この動画で言った時に、いやこれ白じゃなくて黄色っぽいんですよって言ったんですよ。でもいや見てる感じ分からないですよ、実際買った人から。いやほんまですね、ほんまにちょっと黄色が上がってますねってなったら、黄色いのが似合う人、イエローベースの人はいいけど、ブルーベースの人は全く似合わないですよ。ほんまにさっきも言ったけど、おじいさんになるんですね。だからめちゃくちゃ老けます、自分の今の実年齢よりグッと老けるから。それでもいいんやったら全然いいと思うんですけど、だから似合わない人と似合う人がはっきりしてるっていうところなんで、色味が少しこうきなりが上がってるっていうところが、あ、今まで俺きなり着ててなんか変やなとか肌着っぽいとか言われたり、おじいさんみたいって言われたなって思う方はやめた方がいいかもしれないんですけど、それ以外で言うと逆に似合う方からしたらめちゃくちゃコスパいい。この作りでやっぱり100年以上ヘインズが培ってきたいろんなカスタマーのレビューとかいろんなお声があると思うんですよ。いやこれはダメだとか、なんかその辺のね、なんかちょびひげ生やした YouTuber、 ちょっとメッシュ入ってるやつですわ、そういうやつがね、なんかちょっとこれ硬いですとか、そんな言うことないです、偉そうに喋って、いやこっちとらヘインズなんか100年ぐらい歴史あるんやぞ、お前とんきだったらお前ぐらいの YouTube の15万人程度でなんかポコンってやったら潰れんねんぞって思ってるわけじゃないですか。まあ言いはしませんけどもね。でそういうもう歴史があるから、やっぱりそれを凝縮されてるんですよ。だから1回目ってアップルもそうで、一番最初の iPhone ってちょっとしょぼかったじゃないですか。だけど回重ねるごとにすごいアップデートしていくのと全く同じように、白 T もノウハウが詰め込まれてくるから、もうアップデートされまくってる時に出てきたのがこれじゃないですか。去年かなんかに出てきたと思うんですけど、って考えたら今までの120年ぐらいの歴史を詰め込まれた T シャツって考えた時に、これ2750円安すぎるやんっていう感じになるんですよ。なのでそういう方ではまあおすすめじゃないかなというふうに思います。で最後がグランドなんとかってやついきますね。ではね、これはどうなんかというと、一番まあ薄い感じで着れるって考えた時にすごいね、真夏なんかには使いやすいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりその薄いっていうところがどういうことなのかというと、やっぱ薄い反面、強度も下がってくるっていうところなんで、厚みが出ると、強度は上がるじゃないですか。これどういうシーソーにしたらいいかな。こう強度をガーンって上げると、その分ちょっと厚く分厚くなってくるよねっていう流れですよね。で逆に強度はもう下げちゃえってなったら、どんどん薄くなってくるっていう、このブランコ分かりますよね。って考えた時に、こう薄くなった時に強度はやっぱりどうしても弱くなってくるって考えたら、特にこの生地が傷むタイミングって何なんかというと、それおじさんの脇汗とか臭い加齢臭とかそんなことじゃなくて、とにかく一番傷むのっていうのは洗濯なんですよ。洗濯すると最も生地って傷むので、それ考えたらこの洗ってない時が一番生地が傷んでない状態なんですけども、これは特に一番今回薄かったっていうところもあるので、洗うと形が変わりやすいとか劣化しやすいっていうところは、もうパックティーなんで仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、そういう感じになってくるかなと思います。ほんまに劣化したくないってなってくると、やっぱりある程度の温数網目とかって見ていかないといけないので、値段が高いから劣化しないとか、値段が安いから劣化するとかいう意味じゃなくて、値段が高くても劣化するものもあるし、値段が安くても劣化しないものもあるっていうところは、これある程度目利きつけてきたら分かるようになりますので、そう考えるとバインダー一つにしてもそうやし、生地一つにしてもそうやし、あ、これはめっちゃ薄くて軽いから劣化しやすいと思ったけど、実はこういう工夫がされてるから劣化せえへんよなとかっていうのってなんとなく分かってくるので、まあそれで言うとちょっとやっぱ劣化しやすいんじゃないかなっていうところがね、思ったりします。ただおすすめとしては、これ劣化がしやすいかもしれないけど、形が豊富なんですよ。なので V ネックがあったりとか、この丸首もあるし、ポケットありなしもあったりとか、結構選べるんですよね。だからいや俺実は丸首嫌いやねんっていう人もいてると思うので、そういう人からしたら結構こう選ぶあれが広いんじゃないかなっていうところになってますので、そういう風なおすすめかなと思います。ということで以上ね、パックティー5000をガーッと紹介したわけなんですけど、まあ、僕自身がねパックティー以外とかでも普通の T シャツ出したら多分20種類ぐらいあるので、全部バーッと着ていくっていうのもいいかなと思うので、まあ、この5つです紹介すると、ヘインズの白はすごいいいっていう話やったけど、やっぱ白 T で並べた時にはどうなるかっていうのはまだわからないので、正直それはちょっと落ちるんちゃうかなかって思ったりするんですけど、まあ、そのあたりも含めてね、また動画撮っていきたいなと思いますので、今回はですねパックティーを5つ
5つ紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。